こんばんばは、今日もね、これから FX ね、河野助式ライブ塾をね、開始いたします。今日は私はね、大期限で、あの、ユーロドルをね、ユーロ円を目いっぱい売ってたのがね、がっちり下がってくれて、もう腹いっぱいすぎるって感じでね、ドル円はもうがっちり踏まれてて、まあでも差し引きしてもね、重たい方が、ね、儲かっちゃったんで、まあ300枚ぐらい売っちゃったんでね、今。 もう今日はねもう特報で利下げすると思ってたんで一つ山勝負でねまあやっぱりあのもう弱気ハト派のね番長特攻隊長なんでヨーロッパのねドラギの親父はもはドラギの親父がねもう私のために下げてくれたぐらい思っちゃってねもう感謝感激っすねもう今日はねドラギに 本当にドンペリーピンクでもねゴールドでも送りたいぐらいですね今日はねもう特報でね、まあ、ドル円はしっかり踏まれてるんですけどみっちりね300枚ぐらい踏まれちゃってますけど踏まれてもねちょっと20ピップちょいぐらいですからユーロはねもう美味しくてたまんないですよ特報出ちゃって今日まああのね今日はあのダモンさんにもね特報で。 もうユーロドル一本で売ってくださいっつってねスカイプセミナーでももうダモンさんなんかがっちりね150万ぐらい儲けたなんて今メールあってまだ売りっぱなしでいいですかって言ったらドラギーまたペテンやってくれるから売りっぱなしみたいなねまあドルはねもう別に戻ってきても戻っても損切りしてもどっちでもいいやみたいなねあーユーロドルえもう芸術的ですよね もうたまんないっ、ね、ダモンさんどうですか今日はがっちり勝ちましたかなんかねいいメール来たんでね「来週」なんつってねいやーでもねちゃんと有言実行してくれたダモンさんが大好きですよちゃんと言うこと聞いてくれてね本当にね講座に50くらいしかなかったものがね150万くらいになったんでたまったもんじゃないですよね信じてくれて嬉しいですよまだ 割れますから今日ドラギのペテンでズボズボですから今日まあ私はねもうケツ目と薄いんでしっかり腹いっぱいでねさっき77ぐらいで全リグいしちゃったんでたまんないですね今日はね今日ちょっと特報だったんですよね正直ねまあドルもね下がると思って特報だと思ってるんですけどがっちり踏まれちゃって300枚も踏まれちゃって参ってますよもうねまあその下がりゃいいかなみたいな別損切ってもいいかなみたいなね まあ、みんなとねこの歴史を見れて嬉しいですねこの3,000ドルを荒れる姿をまあね河野審さんにもずっとね言ってたようにもうあのユーロは買う価値がない通貨っていう今日なんかねもねびっくりしちゃってね138円でまあここのとこねもうイライラがね積もってましたけどちゃんと今日やってくれてねもうあの世界中の売りの 大番長,組長ですからヨーロッパのねドラギのおっさんはどっちかというとね日本のね黒田の総裁はねいまいち会派ですからもうやっぱり売り神で売り神様ですからねドラギの親父だけはねもうちゃんと利下げしてくれるんでねでも今日なんつうのはねもうあのもう匂いも漂ってたんでね今日はのこれ儲けてもらわないといけないっていうね今日はねもうあの下がる前にねあの 新之助がね、買い物ちょうど行ってる時にね、もうこのネタが出てるんで、このネタね、もうすぐ前に出てたんで、あの、これもそうなんですけど、もうちゃんとね、やっぱり急落する前に答えを出してくれてたんで、すげえ楽でしたよね。もう本当に今日はね、もう絶対答え出てたんで、もうあの、これがね、要するに8時の段階でもうそこら中に流れてたんで、もう大金持ちは売ってて、 一旦、ね、あの150から急落してもうあれで絶対だと思ったんでね今日特報中の特報でしたよねもうやっぱりねこの値段が出るってことであと値段が下がっ高値にいたところか一気に下がったんでもう絶対イカ様入ったっていうねまあやっぱりあのね昨日も言ってるんですけど人間が作ってるものなんで確実にイカ様は入りますからやっぱりねクリエイスイスもそうですけどね、まあ、スイスヨーロッパあの辺のね 状態がもう貧乏地見てるっつってね、大騒ぎしてて、自分たちのね国のファンドとか。